やっちゃったぞ。俺マジでやっちゃったよ。マジでやっちゃったけどしょうがないよ。騎士チューブ号が、騎士チューブ号が倒れた。うわ最悪です。折れました。倒れました騎士チューブ号。なんてことや。だいぶショックです。ショックですけど、これは動画に収めとかないともうどうしようもないから。はい、起こして、はい、起こして、よいしょ、そう、あれ、追っかけちゃったじゃん、レバー。でも、そことここぐらいでしょ。あとは、握れるかよ。ここはでも、塗装頼むから握れる。どうにかなる。タンクも、大丈夫だ。タンクも、ここは、危ねー。いや、でも、それ以外は大丈夫だね。いやなんてこった。最悪だった。ちょっとここが傷になって、なんとここが折れて、あとはちょっとマフラーがここが傷ついたぐらいで、別に寝ればどうでもいい。あと他全然平気っすね。いやいや、こんなもんでしたよ。なんと倒れました。どんまいどんまい。やっちまったぞ。こいつですよ。しょうがない。それではさようなら。富士山の雲で骨みたいになってる。どんまい。え、穴開けて記念に見て。やめろ。騎士チューブ。おい、マジでやっちゃったよ。マジでやっちゃったけどしょうがないよね。あれ？無理かよ。無理かよ。いや、危ねえよ。みんなね、これね、ここね、坂なんだけど、マジで危ないから気をつけた方がいいっすよ。お手本です。皆さん、騎士チューブ号こけたけど、ここはちょっとエスペイントワークスさんでどうにかちょっとやっていただいてですね、大丈夫でしょうね。やっちゃったよ。ほら見て見て、こんだけえぐれてるからね、地面思いっきりいったよ。けどまあ別に全然平気だから。いやー、大豆ショックマジで YouTube ネタになっちゃったよ。こんなんなると思っていました。